鹿児島商業高校の生徒が企画した商品が今日からファミリーマートで販売されることになりました。コラボレーションしたのはあの焼肉の有名店です。29日肉の日の今日、県内のファミリーマートで販売がスタートしたのは牛カルビ焼肉丼です。企画したのは今年創立130周年を迎えた鹿児島商業高校で商品開発コースを選択した3年生13人。焼肉鍋島の創業者が仮称の OB であることからコラボレーションが実現し、生徒たちで試作を重ね販売することになりました。今日は企画した生徒たち自らチラシを配り PR。 その甲斐あって商品は次々と売れていました。自分がその仮称の出身なものですから、ちょっと気になったんでちょっと買ってみました。チラシをいただいて、ああ学校の子たちが作ったんだと思うと、なんか それがもう心に響いて、どういう味に なってるのかなっていうのが興味津々。こだわったのは焼肉鍋島の少し甘めのタレをとことん再現したことです。その出来栄えは120点です。その理由は、まあ、自分たちの理想通りの弁当ができたので。いただきます。あの鍋島の味だ。甘みがあってこの旨味もある、そしてコクもあるこの鍋島のタレと、柔らかいお肉がしっかり合っています。いやこれは本当にご飯がどんどん進みそうです。自分たちが、まあ、一からどことコラボするとか考えて、商品名とかパッケージデザインとかその具材の配置とかたくさんみんなで考えたりして一生懸命やったので、みんなに買ってほしいです。牛カルビ焼肉丼は鹿児島と宮崎のファミリーマートで11月中旬頃まで販売されます。はい、ちなみに副菜にキムチですとか、もやしナムルが入っていたんですけれども、はい、このキムチを入れるか入れないかの論争が生徒たちの間で起こったそうです。なるほどね。ですが、はい、あの好きな方が多いということで無事入りました。鍋島さんとのコラボレーションなら間違いないでしょうね。間違いなかったです。はい。